戦地挑戦。一つ朝一に座った台を打ち切る。二つプラス4000枚かマイナス4000枚を目標に実戦する。三つ電飾花尾が気が済むまで打つ。どうもおはようございます、電飾花尾です。さあ今回も来ております、グランプ大久保さんですね、今回の並びが今日の並びはだいたい250名からの私の抽選参加権が176番なんで、125番以上引ければもうワンチャンあるんで、ちょっと抽選まず頑張ります。お願いします。はい、というわけで抽選間もなくなんですけども、まあ、12月じゃねえわ、まあ、2017年最後の前線4戦なんで、なんとかねいい絵を撮りたいと。で前回のねシャープ4ではね全然あのダメだったんで、今日は俺は引くよマジで、抽選から引くマジで。どこやどこや、どっかどこが開くね、真ん中か。10番出た、14番出たから、うわーどう、150番でいきます。でね、一回ね、もうあれなんですよ、もうスロット台取ってオープニング行くのがね、もうやっぱね打つ時間の短縮ということで、もうここでオープニングします。はい、全通4戦でそのまま実戦始まりますんで、お願いしますね。じゃあいきますよ、2017年最後の全通4戦いきます。全通4戦始まります。花で4000枚か、一旦押さえとこうかね、一旦ね、からのよね、からのハーレスも開いてんだ。でもハーレスはない、もうちょい見ましょう。一旦押さえつつ、あ、ゴルゴあるやん。いやーこれ取られるな絶対。頼む、俺がやる、俺こそが超永久スナイパー。来た、おら危ね。はい、というわけで1台目こちらですね、パチスロゴルゴ13から行こうと思います。お願いします。はい、というわけで早速実戦始めていきます。お願いします。さてさて、2017年最後の全通4戦、これはねもう4000枚入れるか4000枚出すか、どっちかしかねえから。レア役3ゲーム強チェリー、早速かスコープゾーンで一応ね、まあなんていうんですか、ポテンシャルはある機種だと思うんで、かつ一応あの出ちゃうの動画の中では多分誰もまだ売ってないと思うんで、で前回シャープ4であのマイナス4000枚もなく、なんていうんですかね、結構歯切れが悪い展開だったんで、今日はもうマジで行きますんでご期待ください。さあ一応リールアクションが左から順に来てるんで、これを右から来る場合があって、それがまあ左から来るよりもチャンスアップらしいです。早っマジで。18ゲーム、ゲーム13、一応まあチャンスゾーンのなんていうんですかね、まあ、前半後半あって、まあ、これ後半に行かないとダメなんですけども、一応このエピソードは後半の期待度結構あったはず。はい、お願いします。で行かないというね、後半発展してようやく ART の、まあ、抽選が受けれるみたいな感じですね。まあ、あとは ART の直撃もあったりするんで、レア役からの、なので通常時はとにかくまあ AR、まずはまあ通常時はレア役を引くという感じでしょうか。で、まあ、またあのこのパチスロゴルゴ13なんですが、設定1で ART の
確率が673分の1で6でも518分の1とかなり重い部類なんで、まあその分跳ねる可能性もあると。しかし跳ねなかった場合はまあ言わずもがななので、いやーもう本当あの特化ゾーンですね、超エキスナイパーラッシュにどれだけ突入させれるかが今回の見どころかなと思われます。あとあれだ、そういえばこの台あれだ、あの天井がねえんだったな。まあ、あのチャンスゾーンには絶対当たるみたいなのはあるんですけど、 ART に当選するみたいなのはないんですよ。だからあれだな、とてつもないハマりをする、はい、強チャンス目可能性もあるというね。いやでも割かしこれ引けてますよ、これレア役これで、CB かな、 CB 中も一応あのレア役来ることはらしいんで、一応まあ狙いましょう。後期判定、いやー癖があるね、やっぱこの台もこういう台いいよ、こういう台好きよ俺。めちゃめちゃ後期判定、めっちゃチェーン店や、おいおい、4店舗目。あら、ここで発展すりゃゲーム13ってことか。行き申した、157ゲームチャンス目から。ただここから後半に行かないと意味がないというね。通過投資投資100枚で160ゲーム、超絶回りますやん。お、赤文字出ましたのでどうでしょうか。行き申した、はい、後半ここから、さあこっからレア役引け俺。確か全役で抽選してるはず。何も引けねえかこれ。うわ黄色までいった、あーいかねえ、いいプレーで緑、赤まで行きたい、あー普通だ。これ桜ガードがあるんですけど、それが一番熱いです。これは多分ないな、からの欲望ない、はい、まあ何も引けなかったですからね。リプレイ一発じゃまあ弱いな。で僕朝一応仮押さえした角のグレートキングハナハナなんですけど、ビッグ4回レギュラー2回という感じでだいぶ調子いい感じで出てますね。いやーでもまだ、いや花々、いや打ちたいですけどね、打ちたいですけど、いやーでも ART でしょ。でも朝一は、朝一はというかもうその移動できないんであれなんですが、どうなんだろうな、見てる人からすると朝一はなはなって前日するんだったら OK みたいな、そういう心優しき視聴者様はどれほどいらっしゃるのだろうか。
やでもそれでなんか普通に積もって4000枚みたいな、それもなんかあれだな、味気ないっすよ。まあでもあれか、まあ来てくれる人が楽しんでくれればいいか。さあ早くも30本目、早っ。12時前か、11時40分。マジで俺だけ当たってないやん多分これ。やーべえな今回も。全然温泉これ来年ないかもしれないですね、このままだと。うい、どういうこと、シャンレア役じゃねえのか、なんやこれは一体。わからぬ。はい、ここまで行きました。引いてしまえ。さあ、今日チャンス。ああ、わからぬ。いや、何も引いてないんよ完全に。あの演出の時はこの赤の G がこうテンパってここで外れた時ね、まあここからは揃わないんですけど、でまあこの強チャンス目で直撃したっていう説もある。とりあえず、ちょっとゲーム数言いますね、1078ゲーム G フィーバー総投手が23本、ここからも一応そうか、昇格があるんだな。ここからも全員役でとりあえず、懲役スナッパーラッシュの主戦やってんのかな。とりあえずオーラ緑赤どないやねん。結局 G フィーバーな。いやそれ、じゃあ G フィーバーで A はもう最初からオルゴフィーバー準備中ハイパーってなんだろう。これなんか引いたらいい感じ。あ、なんかありそうやね。だベルでもいいわけだ、さっきの感じで言うと。貫いたら来たー、びっくりマーク3本、すなわち強レア役であってほしい。はい、あ、ストックしていただける、ありがたや。今のじゃ何気にうまかったやな。とりあえずこれで200ゲームっすよ。なるほどね。あ、始まってもうた。とりあえずストック1個。 OKOK。ゴルゴフィーバー中も一応まあゲーム13も抽選してて、まあ、むしろ多分そっからしか上乗せ、まあ、セットストックってないのかな。まあ、ART 中にも一応チャンスの抽選してて、まあ、そのチャンスを成功すると、まあ、ゴルゴフィーバーだったり、まあ、超永久スナイパーラッシュみたいな感じでね、もうそれで出玉伸ばしていくような感じです、ざっくり言うとね。なので、まあ、ART 中も、まあ、通常時同様ね、レア役を引いていきましょうという、もうシンプル、とにかくレア役を固めるという、
そういうゲーム性です。セット数あるかどうかの告知が入るんですけど、さっき載せたんでここは、100ゲームがポンって出てきます。セット数がありますこういう感じで G フィーバー。あ、なんか背景が赤いぞ。多分開始画面でもストックの人とかやってるっぽいんですけど、ちょっと自分そこを把握してないんで、今回はスルーします。そりゃそう、そりゃそう。はい、というわけで何事もなく200ゲームの407枚、まあ一応純増以上は出ましたねという感じで、一応ね、100ゲームという、まあ、ゲーム数長いんですけど、これで何も引けなかったらそのまま終わるんですよね。これがきつい。はい、というわけで気分転換にお昼の店内状況を見ていこうと思います。まずは北斗とサラバンの島見ていきましょうか。もう2箱積んでますね。転生2箱1箱か。北斗シリーズ結構強いですもんね、大久保さんね。朝一わしが取りました、グレートキングハナハナ、そこ見てみよう。見たくないけど527番台か。前日がビッグ27のレギュラー26で、今日もうすでにビッグ7のレギュラー4で137。いいね。この反対がうおほビッグ14のレギュラー3。悪くはない悪くはない。隣153分の1で隣が157か。ちょっとまあ持ち込みで遊戯してると。いや今日もなんかありそうやな。半分4、5ぐらいはありそうやな。出まくり。中華料理屋出まくりよ。多分中華料理屋っすよね、あれは。俺もこの仕事を辞めたら後期飯店出そうかな。なんかスロッターが集まりそうじゃないですか、なんか。はい、ジャックチャンス目から430ゲーム、ゲーム13、ガリンペイ。ああ最後の最後で赤セリフですけども、おお、いった後半435ゲーム。いや後半いっただけで相当嬉しい、マジで。さあこっからもベルとかレア役とか引きまくれと。頑張れ俺。おお、何も引けねえ笑い事じゃないよ。いやー何も引いてない。マジ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 でリプレイとかじゃねえ。ベルベル CB 引け CB。 いやー一番役。あーベル一回も引けない。ラスト、いやー弱い。長押し来た。まあまあチャンス。赤いけ。よっしゃおら、あーぶねー。外し29本。問題はこっからよね。これで旗取り3回目なんで、そろそろ来てもいいはず。超永久スナイパーラッシュ頼まい。
うい、出てこい、出てこないか、せーの、あーどうだ、ゴールドフィーバー、やはり448ゲーム、ゴールドフィーバー、またしてもくっそ、なかなか持ってこれんな、これ。さあ、こっから頑張ろう。はい、さあ、開始が479ゲームと、サーティーン、ゴールドフィーバー、さあ、さすがに伸ばすよ、そろそろ。お、画面が若干色付きでしたけど、広角ってことかな、広角ではないか。さあ、引いた、今日で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 、よっしゃ、おら、緑で行きました、ほい、これでこのプッシュボタンが出来上がれば、うーわ、うーわ、かー、というわけで100ゲーム234枚でした。とっさ、めでたしめでたし、うわー、ダメだ、いや、もう、うい、20%いけ、マジで頼むって、よし、このままいけ、どう、 30% の臆病だったっけ、いけ、よし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 、で40票じゃない、何40票って、あー、いかねえ。さあ、32,768なのか、これが揃えば直撃です。外れても、チャンスゾーン後半確定ですね。あー、もう、あー、どないやねん、いや普通だ、やっちまったこれ、いくぜ、欲望、あー、ほら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 、ホラン千秋、うわー、もうもったいねえ、やってしまったー、これ、はい、ここでもうグワじゃねえよ、あ、グワって言ってねえよ、もうグって言ってるよ、はい、うわー、お芋、またお芋さん出ちゃうな、俺の中の。あーい、来た、ここは固まる、そんなもんはそう、はい、20、流れとは一体何かな、あー、チャンス目、はい、いやー、あとすげーもっせんだな、多分、いや、関係ないかな、せめて緑、行かないか、長押し、チャンスアップではありますけども、どうでしょうか、来い、いや、やはり、やはり、やはり赤まで行け、赤まで、おい、レア役、赤まで行った、オッケーオッケー、これはもろた、さすがに、さあ、レインボーまではいかなかったですが、デカプッシュ、欲望、久しぶりでござる、さあ、こっからよ、4回目なんで、長めの2時間休憩する、欲望、ゴールゴフィーバーなんだな、
ないか、100ゲーム239枚、よくっぽ、もうほんとこれ5回目なんで来てもいいはず。永久、うわ、ゴルゴヒーバーゴルゴヒーバーというか、これはなかなかに、あーもう頼む、うわもう、100ゲーム216枚でした。もう 10% でいいよ。よしよし、今日チャンス目がいいですけど、スイカなんだな。もう弱チャンス目、チャンスアップ、これはいったべ、スーパーチャンス。さあ右から桜柄ですよ、直の撃、もしくはチャンスゾーン後半確定とか。エヴァ来い、よし来た来た、大チャンス。このエピソードがですね、後半確定で、かつ成功すると超永久スナイパーらし確定、ここしかない、マジでやります。これ成功したらちょっと皆さんグッドボタン連打してください。しゃあ行くぜ、おい、はい、こっから、こっからが勝負、しゃあ行くぜ、おい、引け、レア君引け、俺なら引ける、いやーマジで何も引けんとかやめよう、あーマジか、マジか、何も引けんのか、とりあえず黄色、いやー弱い、うわ CB これはやばい、ラスト欲っぽ、うわー弱え弱え、叩きたくねー、絶対行ってないやんこれ、行くしかねえな、全身全霊の欲っぽ、いやーもうもう、じゃあちょっと休憩する、これは、うわーもうダメだこれ、はい、というわけで、夕方7時前の店内状況見てみましょう。まずこれ窓つもりもりでござる、これはやばい、これ何箱、角から4箱2箱10箱、10箱ってどういうことそれ、その右のお客さんも1箱か、下にその右も2箱勝ち盛り、その隣さんが4箱ぐらい、5箱か、すごいわね、いやーやばいやばい。でこちらのカロダイから、サンキューフォーウォッチングの画面出てまして、あとは
まあ前代ですね、話聞くと結構通常ラッシュも普通に当たってて、で、なんか終了後のセリフ、君ならその資格があるみたいなセリフも結構出てるということなんで、まあおそらくここ全5、6なのかもしれないですね、窓巻き2全6台、さすがグラクボさん、何箱 ?1、2、3、4、5、6、10箱、すげえな、おい、これ。ここも一応挙動良さそうだったんだね。三大島にもやっぱ三大島にも全然チャンスあるっぽいっす。いやええな今日ダイヤね、これ多分30億ぐらいあるやない、末端価格マジで本当にめちゃあるやん、なんでよくない、なんでな本当に、俺がやるわ、じゃあもう変われマジで。さあじゃあラストの8枚目いきますか。あー年越せるのか俺は、果たしてこっからオールナイトやもんな、やべえな、ここで強チェ1541ゲーム、あれ63で入るチャンスゾーン入るんかい、1563ゲーム、ゲーム13で1565です。一応これが最深部ですよね、天井の取れますかね、で総投資がちょうど80本なんで、これ外れたとしてももう一回来んのかな、とりあえずそこまで打ってまあ終わりでしょうね、で持ちコインまああとクレジットにまあ合わせたら70枚ぐらいあるんで、まあ、そこまで回して当てられなかったらもうそこで終わりと、マジか。さあこの強チェリーの分かな、これどうなんだろう、書き換えとかあんのかな、天井で塩セリフは赤1568ゲーム、ゲーム13後半、まあこれが天井の分じゃねえわ、あ天井の分かもしれないですね、よし最後行きましょう、これ当てましょう、俺はまだ諦めてねえぞマジで、ここで引くレア役を引けない、はいはい、キラーいいリプレイ、緑まで行こう、緑までよしよしよし、オーケー、いいよ、いい子だ、お前はいい子だ、いや来ないかな、さあジャッジ、えいない、終わり、これ強制の分だったりしないかな、ちょっと見ましょう、まだ香港、おこれワンチャンあるな、次出てきたらまあ天井の分かな、どうなんじゃろか、おい、あやっぱ煽ってるんでありそうやね、ありそうありそう、これが天井の分かな、CB ハズレ、これはいったろ、はいチャンス、もう一丁もう一丁、桜からどっかで出ねえか、あー出ちゃったね、さあおそらくこれが天井の分でしょう、1596ゲーム、ゲーム13、まあまあまあ狙撃だわそれは、
オッケー。さあこれがマジモンのラスト、いきましょう後半戦。てかこれ 50% なのにさ、 50% 外すぎやもんな今日俺な。そりゃこういうことなるわ。ほら何も引けんもんこれ。うわラスト、なあ。じゃ最後いきますよ。おお長押しか。欲望、欲望長押し。ない、知ってました。おおあったね、あり申した。最後の最後やったぜおい。これで7回目の旗取りなのかな。ここで引くのが俺よ。超永久スナイパーラッシュを。さあ来い、遠慮すんな、恥ずかしがるな、出てこいよマジで。うわー普通だ、押します、欲望出てくんな、 G フィーバー、あー出てきちゃった、ゴルゴフィーバーです。あーないんかい。いやー突入してしまいましたね。1654ゲームゴルゴフィーバー、ソトシが80本。よーしまくるか。さあここで何かを起こせ電飾花を。なんやなんかめっちゃ変な煽りだな。はい13どうなんですか。ないんか、何やそれ、面白えなマジで。5周ぐらいして面白えな、ゴリゴだけにブブブ。7枚で終わりでござる。というわけでここでやめちゃったらあれなんで、マイナス4000枚いかないんで3800枚ぐらいになっちゃうんで、この207枚回します。はい上いいっすかね。5212回しまして、ゴルゴフィーバー7回の旗当たりが6回という感じですね。5200か、まあまあ回せるんだなっていう感じです。はいというわけで、まあ、もはやエンディングする必要もないと思いますけど、一応エンディングです、どうぞ。はいというわけで結果の発表です、お疲れ様でした。本日はですね、パチスロゴルゴ13を打ちまして、ソドシ4000枚の回収がこちら0、はいマイナス4000枚でした、ありがとうございました。というわけでですね、2017年にふさわしい
違うね、2017年の最後にふさわしい、全通4戦になったんじゃないかなと思います。というわけで、この辺で終了しようと思います。ご視聴ありがとうございましたっていうね感じで終わってもいいぐらいのもう会心の、出来だと思います。僕は個人的にもうプラスかマイナスかっていう意味では、まあ一応ですね、まあ、今回の敗因なんですけども、まあ、ご覧になって分かる通り、まあゲーム13の後半のあれをやれなさすぎた、また前回と同様やれなさすぎが多すぎ、マジで杉が多すぎ本当で、あとあれよ、海へ向かうエヴァでしたっけ、あれを成功させれなかったことが最大の要因かなって思いますね。一応なんていうんですかね、なんか思った以上に初当たりは、いやどうだろう、7回かでもで、それで1回もやっぱ超永久スナイパーラッシュに入れてないんで、まあそれでしょうね、まあこの3点でしょうね、はい。であと店内状況なんですけども、まあ一応昼と夜と撮ってきたんで、まあそちら見てくださってレバー分かると思うんですけど、一応どうですかね、今日で言うと、まあ、今日もまたキングですね、グレートキング花々が結構良かったんじゃないかなと、全体的に。あとは、まあ、前代系があるとすれば、まあ、窓マギ2ですかね、あの辺が全5、6ないしはもしくはワンチャン6全6もあるんじゃないかなぐらい思います。あとはまあノーマルダイブバラエティですね、あの辺はね毎回強いんで、まあ、抽選悪くとも、まあそこワンチャン本当あると思うんで、はい。というわけで2017年も全然4戦ご視聴ありがとうございました。2018年もまたよろしくお願いします。じゃあいきます、最後いきますよ、せーの、全通4戦、2018年もよろしくお願いします。全通4戦、司会の電飾花野でした。また次回あざっす。